ジュード、なんか変。ミラかもしれないからね。ミラ？ここに次元の裂け目があったよな。シェルが消えた時になくなっちゃった。もともと存在しなかったのかもな。考えてみろよ、ここじゃジランドがエレンピオスで暮らしてたんだぜ。ありえるね。ここはまだシェルがあって次元の裂け目が開いていない。つまりエレンピオスとリーザマクシアが分かれたままの分子世界かもってことか。本当に分かってる？まだどこかにマクスウェルが。長い髪の精霊？あちらもこうであれば、彼の地へ手出しできないのだな。彼の地？それって、カナンの地のこと？エル！エドガー！フルスニックの一族。飽きもせず鍵を求めて分子世界を探り回っているのか。何様だよお前。我はカナンの地の番人、大精霊クロノス。貴様らも時空の狭間に飛ばしてやろう。人間に組みするあの女マクスウェルと同じようにな。マクスウェル？どういうこと？落ち着いて、ジュード。でも無駄だ。それでも答えてもらうよ。リフレクトモリング、潜入推定線。ウロボロスの枠を。
ショーク、ストライク、天ショーク、ダラキだぜ、ウノボロス、天ショーク、一人で飛ばしすぎだって。ごめん。これは確かに盛り上がる。なかなかいい感じだ。うん。なんか成長した。やった、レベルアップ。皆さん。汚れてしまった。聞いてない。みたい。ユリウスさん、探索者、時計を、お前の逃げるが勝ちだぜ。運が良かったな。ここってリーゼマクシア？また次元が裂けたんだ。エルたちは？エルなら心配ないよ。アルビンがついてたし、きっとみんなも近くに飛んでるはずだ。ですよね。アルビンって案外頼りになるし。案外はひどくない。もう大丈夫だよ。うん、もちろん。麓にニアケリアって村があるんだ。そこに行けばみんなの情報がつかめるかも。